アゴスティーノ・トダーロ・パレルモ植物園の共造、アゴスティーノ・トダーロは、イタリアの植物学者、法律家、政治家である。パレルモ植物園長やイタリア王国の上院議員などを務めた。パレルモに生まれた。法律学校で学ぶが、友人のフィリッポ・パルラトーレと植物学を愛好し、法律家の仕事に進むが、パレルモ植物園長のティネオの最終旅行に同行し、 研究や執筆を行った。ティネオの没後、パレルモ大学の植物学教授、パレルモ植物園長の仕事を継いだ。トダーロが植物園長を務めた間に、パレルモ植物園は拡張され、近代化された。シシリー島固有の植物や、オーストラリアの植物が集められた。1858年に植物園の植物目録。 インデックスセマナムホルティレギーベタニスイパノーマタニーが出版された。シチリア島での綿花の栽培を推進した。他の植物学としてオートスベタニカスパノーマタニスなどがある。トートは植物の学名で命名者を示す場合にアゴスティのトダールを示すのに使われる。ありがとうございます。